伊勢のでバンバンザイルナです。はい、ということでこの家になって多分初めて私が一人で仕掛けるドッキリなんですけど、最近ドッキリが本当にちょっと少なくてですね、何しようかなと思ったんですけど、一周回ってみんな経験したことがあるであろうドッキリをします。ドッキリをします。経験したことがあろう経験を生かしてドッキリを組みました。はい、で何のドッキリをするかと言いますと、ターゲットはここにいない義姉妹なんですけど、今日私ちょっと早く来て今オープニングを撮ってて、まあ2人が来たらいつも通り寝起き企画をやるんですけど、その中でいつもさベッドに行くじゃん私って。でベッドに行った時にちょっとドッキリをそこで始めたいんですけど、みんなさ絶対お漏らししたことあるでしょ。ルナもずっとお漏らし、小学校はないか、小学校 1,2 回とかは多分したことがあるんですけど、ルナちね本当に怖くてね、お漏らししたら普通にめっちゃ怒られるの。怒られるのは怒られるんだけど、まあ正直に言えば、まあ、許されるじゃん。でなんで怒られたかっていうと、兄弟全員ねお漏らししたことを絶対隠して、押し入れがあるのね、ルナの家で。押し入れにタンスがあるので、その棚の後ろにパンツを隠す癖があったんです。でいつも大掃除の時になったらパンツがもう何十個とか出てくるので、その時に初めてこれ誰のパンツって匂ったらおしっこの匂いがするとか、すごいそういうねエピソードがあったぐらい、あのおしっこ漏らしだったんですね、ルナの兄弟全員ね。多分その時は小学校の時とかだったけど、多分大人になってたまにさ夢でルナあるんですけど、夢の中でおしっこをさジャーってする時があんの。ほんなら現実でもうわっってなって飛び起きるんだけど、現実でもねおしっこをしちゃいそうになったことがあるんです。で多分これはルナだけじゃなくみんなあると思う。それを生かしてギシミュにお漏らしドッキリをしていきたいと思います。イエイ。はい、何のドッキリかと言いますと、もう簡単、ただ寝起きの動画の時に布団に行くシーンがあるんですけど、そこのところで私がもうお漏らしをしてて、まあ、それを私は隠す、恥ずかしい恥ずかしいみたいな感じで、その時の2人の反応を見ていこうかなって思います。で私はもう22歳なんで結構もうやばいじゃん、多分結構惹かれると思うんですけど、まあ、その反応も優しいのか優しくないのか、疑われるのか疑われるのか分かんないんですけど、その反応見ていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。いっせーのでバンバンザイ、ルナです。ギシです。はい、今回も寝起き企画です。始まりました。ほぼ寝起きだけどね。マジ寝てました今、ね。うん、寝起き企画どう？好き？勝てるようになってから楽しい。勝てるようになったっけ？うん。ルナも今連続で負けてるもん。あれ？でもそれってさ、ちゃんと勝負で勝ったんじゃなくてルナがギブしてとかじゃないっけ？いや、マカロンもちゃんと。チントモの時も勝った。チントモ？あ、トモチンさん。チントモって言うね。そんな仲良くなってないだろ。確かにギス最近ちょっと勝てるようになって負けてないよ。そうだね、うん、しかも今回の寝起き企画で食べるものも正直勝負がわからない。確かに、はいはい、めんの嬉しい。でもルナ今回勝てる気がする。本当に、うん、じゃあ発表しますね。はい、今回は寝起き焼きそばです。焼きそばとかはめっちゃ得意、うん、本当だってあんな口に突っ込めばさ、マカロンもそうやん。いやマカロンは甘さがもう無理だった。でも俺今行くと思うんで、でも甘さ得意なんだよ意外と、ルナより。ああ。なのかな、確かに。なんかルナって極端に脂っこいとか、うん、甘いとか無理だよ。そう確かに。え、ちょっとジーパイやりたくない今度。いやもう地獄地獄。ルナがルルメディの撮影終わったらさジーパイやろうよ。本当に地獄。またさみんなでさ写真に戻ろうよ。うんって言っときなよ。あ、でも頑張るよ全力で。ほんと？うん。バチュンきつくしゅん。いいじゃんそれは。なんで？負ける気満々？負ける気満々。はい、こいつやばいね。負ける気満々だけど、それは頑張るって言ってる。まあ。じゃあ次寝起きチーパイね。いいよ。最近負けてないから俺全然。気合でいけるってことが分かった。でもいけると思うねんけどね。まあ、気分が乗ったらじゃあやろ。はい、うん。って感じで、罰ゲームどうしますか？まあ罰ゲームは。やだ。なんないって言ったことあるか。なんないよ。熱出た時になんか熱下げるよね。座薬ってこの年でダンクない？打ったことない。自分で打ったことなくない？ない。え、誰に入れられてた？ま、入れられてたっけ？ママ。だよね。俺も母さんに入れられた。一回も人生で。マジで？そう。え、じゃあもう座薬でいいやん、こいつ負けたら。なんで？すごいんだよあれ。みんな座薬に打たれたことないの？ないよ。え、熱さ小さい頃あった時どうしてたの？薬飲んでない。え、寝てた。もう寝に行きなって言われて、寝てて、とにかくもう汗を出すって言われて、ポカリとか飲んで、もう
を汗で飲んでた。そうなんだ、ね、すごいね。だから薬とかあんまり本当にないかも。へえー、だからもうここカーテンみたいに引いて大学打つ。大学打つ普通に。なんでなんで。じゃあ今日徒歩で帰宅。雨の中、うん、雨の中。あ、じゃあ今日傘禁止、うん、で帰宅。全然撮影してね。じゃあ帰り。いいんじゃん。じゃあそれでいくよ、うん、はい、ということで早速やっていきます。ショー、どうする？じゃあネイル順番じゃんけんする？うん、ゲームしようよ。なんかルナのさ、勝てるゲーム探そう。こないだやったあの何々師匠とかさ。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。作るやつは意外といけたかも。あ、いいじゃん。もうお前のその傷がもうほんと花山薫にしか見えない。何？あ、バスケ違う、バキバキに出てくるめっちゃ喧嘩強い白いスーツの男。いいじゃん、かっこいいじゃん。いいよ、調べていい、うん、マジで今ルナ、マジで今のルナ花山かおる。どこにあんの？ほらほら、もう今のルナだよ。どこがだよ。ほらほらほら。え、強いの？めっちゃ喧嘩。マジで強い。え、じゃあ T シャツ着るぐらい強いよ。バキっておもろい？マジでおもろい。じゃあさ、バキかさ、うん、トリコやってた。うわあ、いい質問するね。うわ、むず。トリコも面白いんだよな。え、でもさ、ルナさ、うん、トリコになるって。トリコになるね。あ、あれ、あれ、ルナのカラコンでトリコになるんだよね。トリコになるの？カラコンが違うから。あ、そうなんだ。なんだ、びっくりした。だから、好きなのかなって思って。トリコになる。あ、トリコになるか。え、だったらトリコみな。いや、もうそうじゃない。トリコになるって、本当に愛着湧くやん、カラコンに対して。あれ、本当に思うのよ。いや、本当におもろいのか。おもろさのジャンルが違う。いや、そうなんだよね、面白さ。じゃあゲームやろうか。はい。なんか考えて、あの、なんか作るの。いや、ここ全部深いやで、今。ははははははは。ここ全部深いやで、めっちゃおもろい。はははは。なんかないかね。ジョー。ジョー、あ、オッケー、めっちゃある。ジョー、うん、運動場、キャバ嬢、競技場、蒸発、会場、蒸気、上場、会場、上智大学、蒸気、蒸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 か、サンサ、蒸ブログ、蒸、うん、島、猿の蒸字。サンサン、ニーニー、イチジ、登場、ところジョージさん、怪しいよ、伸ばし棒だから。え、ジョ？ジョウ？ジョウ。あ、じゃあお猿のジョウジも結構怪しい。え、ちょっと怪しめでは。あー、ジョウ。やばいって。ジョウバ、ジョウバ、ジョウバ。登場期間。登場機登場が登場機なの。ちょ、ごめん、これやばいよ。待て、焦った方がいい。やばい。サンサン、情報取締役者。情報で、情報でいいんだよ。ないじゃん。上司、上都、工場、言った？工場に言った。工場取締役。それやめて。もうそれやめて。お前なんで取締役つければいいと思う。ないよ、ごめんなさいよ。まあいろいろありましたよ、はい、本当に。これ今何のゲーム、なんでゲームしてたんだっけ？ベッド決め。まあ、12ビリか、一番遠くない。いや、それだけは良くない。なんでやん。お前だろ。マジゲリ？いやいや、知らん。一回じゃんけんしてみて。みーちゃんのとこがある。端、ドア側。じゃあ俺もすぐ行くわ。ドア側、うん、じゃあルナもドア側。ルナもドア側。仲いい。じゃあそう、仲いい。じゃあこれで決めよう。いいよ、いいよ。お前指輪してんじゃん。足つぼの話とかさ、人差し指にさ、指輪つけてさ、それで足つぼなんかオイル使ってそう言ってんの。で、真っ赤っか、指輪で削れて。え、じゃいつも行くところ？いや、じゃないところ。たまに行くところ、新宿の、行ってみてください。言ったら混むから、やめた。自分に影響力そんなあると思ってんの。恥ずかしい。
そこ本当に混んでほしくないところ。難しい。これさ、ルールどういうルールっけ？かけた人から抜けていける。Okay、で残った人からも1、2、3でいって。いきます。あ、いるよねー、そういうやついるよねー。義士だよ、義士。俺じゃないよ、義士だよ。ここが重いもんだって、この上が。あ、誰か、誰なんでしょうか。ルナだねー。始めるよ、じゃあ始めるからね。あ、これね、ズルしてるのに。ルナやってない、ルナやってない。ズルしてんのよくない。ルナやってない。俺もやってない。ルナやってない。怖い怖い怖い。マジで、え、こっくりさん本当にこっくりさん。ダッシュ、ダッシュ。大丈夫よ、大丈夫、大丈夫、そんなん大丈夫、大丈夫、大丈夫、はいはいはい、抜いたらその人負けな、うん、違くない？なんで？ピクってなる。うっせー！いった！あー！あー！怖いね！みーちゃんの肘当てないで。本当だよ。普通に会話してたらいいんじゃない？何の会話する？
確かに一番よく分かんなかっただろうね、あなたが。お前がやっぱり何が本当にそれでいいんだな。お前だろ、始めた。寝よう。寝よう。俺マジ寝るとき靴してんのか、寝れないんだよな。寝よう。何やだ。今日はちょっともうあの二人は疲れて結構寝てるんですけど、アラームも結構早めに今日は鳴らしていきたいと思います。目的は一番で、これをとにかくズボンとかにパシャパシャしてこうやって鳴らす。パンツ寝るとこないんだよ自分の。え、絶対めっちゃ弾くねんけど。弾いちゃう、すごい。もう無理よ。弾く。ここに。気持ち悪い。チンチンみたい。あ、いや、ほんまに弾く。めっちゃ弾くな。どうしよう。ティッシュで濡らしたやつを吸います。おおおお。美味しいな。結構この辺も全部やりたいんで。後で布団を濡らすんですけど。あ、ちょっとペリアンとか。めっちゃパンツ寝た。寝れた自分のパンツ。気持ち悪いこれ。まだ持ってないの。今年は。これやったらでもちょっとお尻ら辺にも行きたいな。今こんな感じ。はい。ということでちょっと私一人じゃ無理なんでマネージャーと一緒に寝ります。ここを濡らして欲しくてパンツ濡れたくないからさ。こんな同じ方ある？寝てたら下に行って。そうだよね。でも前、あ、分かるんじゃない？え、意外と意外と気持ち悪い、ここ。いいよね。これぐらいでいっか。はい、こんな感じでこんな感じになりました。イエーイ。じゃあ、ちょっとじゃあ、これで今から寝起きでドキリしかって思います。まあ、これがね、本当の本性のものだと思う。どういう反応するか皆さんお楽しみに。持てるか持てないかはどれか分かります。これも持ってきます。これで寝る家ね。これでちょっと5分ぐらい私もゆっくりゴロゴロこれでして、で起きた時に寝起きスタートって感じで行ってみます。でも腹でちょピシュ。何これ。Thank you.
何の味？負けるよ。歩いてからが。何食わない？おねしょもおねしやろうや。え、臭くね？え、リアルに？臭くね、マジで。匂いがしょんべん臭くね？いつ気づいたの？え？やばいよね。ペットも何呼ぶ？お前何歳だよ。トイレ行ってないっしょ、あの後。行こうと思ったけど。水飲んでない、めっちゃ。マジで？もう一回着替えたら。え、てかベッド終わった。え？そう、見せて。ベッド。なんでそんなもん心配してんだよ。わお！あ、ほんまや。本当に。やめて。どういうこと、戦闘って。ないって。戦闘って。いないでしょ、そんなおねしょする人。なんでさ。なんでそんな誇らしげなの？ユニフォーム的な。着替えてたら、いやマジ誰にもやっとってほしい。いや誰にもって動画撮ってるよ。絶対言うじゃん。カットじゃん。どうやってカットするんだ。本当にした？何マジで？絶対してない。絶対したいでしょ。だって絶対してない。帰り。マジで帰り。じゃあ帰り。帰り。ルナが本当だったら一旦私を呼ぶのよ。絶対そうだよね。これない。これないですね。わあ。はい、ということでドッキリでーす。でしょうね。何これ？何してるの？お前は何をしてるの？え、これマジのおしっこ実は。嗅いでって。え、普通に本当にだよ。マジだ。え、結構ガチのあのおしっこのエキスがあるやつ入れたんだよ。え、ほんまにアンモニア臭だよ。意外と意外とはい、実はこれ水です。だろうね。だよね。で、これは偽企画。うわ、めっちゃ食べたかった。これはもうおもらしドッキリなんだけど、二人のいい女かいい男かっていう見分けをしてた、ルナの中で。いや、お前が悪いわ。なんでおしっこ漏らしたって言ったらさ、そんなまちゃまちゃせんやん。いや、だってほんとアピールタイム感じでさ。そうそう、違うよ。はい、私のランウェイみたいな感じで。違う、こうやって来たよ、隠して。そしたらみゆちゃんもこっち見て、どうしたのね、ニヤニヤニヤって。いや、違う、どうするやん。で、ギシ君なんか、おしっこの匂い絶対せんやん。うわ、おしっこ臭とか言い出したから。それは嘘だな、めっちゃ虚言的。なんかほんと臭かった、マジで。おしっこの匂いした。自分の匂いじゃない？違う。
でもルナだったら絶対に隠れるように洗面所に真っ先に行くのに、行くよ、ね、カメラの前に堂々と歩いてきたから、あ、嘘やそんなバタク気にしながらこうやって恥ずかしい。え、でも実際だったら無理じゃない？実際だったら別にカットすればいいし、おもらしはなんか ね、カットできないようにね、自分の意思とかもね。本当にパンツは濡れたの？え、濡れへんようにしたけど濡れてる。ちょっとしてみよう。なんで？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 確認しないとね、うん、それもドッキリかわかんないから。なんで？なんで？なんで？はい、ということで皆さんは友達がおもらしをしたって言ってしまったら隠れてコンビニ買いに行ってあげましょう。何これ、マナー講座みたいな。そう、ちっちゃい子向けに今日頑張ってみた。あ、なるほどね。はい、てな感じで久々のドッキリどうでした？心でドッキリ初めてやろ、ルナからやったやつは。確かにまあやっぱリベンジ頑張って、うん、ちょっと頑張ってほしい。もうちょっとリアル、はい、そうだね、なんか思い出した、うん、やっぱりルナが一人で仕掛け人はいつも無理じゃん、うん、いや本当に、うん、だから久々に、あ、やっぱり無理なんだなって思う。でもルナらしいドッキリではあった、おもらしドッキリは。サムネ思いっきり解約して買うってやつ。ありがとうございました。ということでこの動画誰にずっと言ってんの、カメラやって。ねえ、わかりづらい。ありがとうございました。ということでこの動画が良かったらまだチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。いくつもいくつも